はい。えー、PayPay ボーナス運用ですね。今回ね、新しいロジックというかね、ちょっと考えたっていうか、まあ、こうしようかなと思うんですけど、まあ、今回ね、マイナス510円出ました。はい。で、このチャレンジコースで、マイナス300円から500円。まあ、このあたりになったらもう、引き出すと。まあ、プラスでも引き出すし、マイナスでも引き出すみたいな感じですね。要はまあ、 元金をできるだけ減らさないっていう感じですね。で、まあ、あの、このグラフを見ていると、まあ、これ、まあ、一応ここで引き出しているので、まあ、下がって上がって、えー、まあ、なんだ、まあ、ここマイナス510円になってますけども、うん、まあ、なんだろうな、まあ、一応ここの、ここは、こうしてるので、まあ、今ちょっと下がってます。なので、ここで、まあ、全部抜きました。 まあ、だから、1万円、こう977円ですかね。これ全額引き出して、で、ええー、あの、まあ、このチャレンジコースにあったやつを全部こっちに持ってったって感じですね。はい。で、スタンダードコースに関しては、まあ、まだ、あの、まあ、上限、ありますけど、マイナスになってはいないですね、今のところ。なんで、まあ、 チャレンジはやっぱ波はちょっとあるんで、まあ、スタンダードでこういう波にはなることはほぼないんですけども、まあ、チャレンジだ、あの、スタンダードだと、その、振れ幅は非常に少ないですね。緩やかな感じで。はい。なんで、まあ、チャレンジで、まあ、こんな感じで、まあ、プラス、いい時もあれば、えー、悪い時もあるので、ちょ、悪い時、ちょっともうその、挙動あったら抜いていくって感じですかね。で、スタンダードにぶち込んでいくっていう。まあ、とにかく、 最低ラインとしては、元金を減らさないってことですね。元金をもし減らしてしまうんであるならば、結局、その、やってる意味がないので、なんだろうな。あの、買い物してった方がバック、20%バックとか30%バックあるので、買い物してた方がまだ、あの、バック率は高いんですよね。だから、この運用しているメリットがあんまない、ね、元金減っちゃったら、それはもう、ほんとメリットないので、ちょっとでもね。だからちょっとでも増える。 増やしていくちょっとずつでも増やしていくっていうところで、えー、まあチャレンジで長期運用した方がいいと思いますね。で長期運用する上で、まあ、その未銭ですよね。を増やしていく。それはチャレンジコースで増やすただ。ただ、なんだろうな。減った時にどうするかですね。まあ、ビビタル500円なんで、このまま放置して、このまま放置して、まあ、上がる可能性はあるんだけれども、 うーんまあ僕はもう下ろしましたね。だからルールとしてはマイナス300円から500円ぐらいになったらもう、もう減らしていくって感じですかね。だから次のパターンでプラスを狙っていく。でもあの、これ全部抜いて、 えー、チャレンジコースに関してはまた自動、1回、ね、全額抜き出すと、えー、自動追加機能が解除されるのでまたチャレンジコースに自動追加を僕はしています。なんでまた買い物した分がチャレンジコースに全ボーナス運用されて追加されていくんでその次のターンでプラスを狙っていくって感じですかね。まあそこのターンもね、マイナスが300円から500円出るようだったらすぐ抜くっていう感じですね。う まあそういうふうにやって。まあでもそうやってもスタンダードの方でちょっとずつ増えていってるので、まあいいかなっていうところですね。うん。まあこれね、まあ具体的なね、まあこれプラス1013円ってなってますけども、まあ実質言うと僕のやり方で言うともっと3000円くらい増えてると思います。3000今多分3000円くらいは増えてるかなと思いますね。おそらく。ただそのデータの反映の仕方がなんか、 何をもってデータの反映してるのかわかんないですけど。まあ僕みたいなやり方してる人が、あれ少ないっていうのもあるかもしれないですけどね。うん、まあとりあえず今は多分おそらくプラス3000くらいになってるかなっていう感じですかね。はい。ということで、えー、引き出しですね。はい。終わります。